まあ何ルート系と思って、こんにちは、暑いね。あ、こんにちはです暑い暑いよ暑いよ。こんにちは、こんにちはもう一個作った方がいいかな、あるけど。紫よな、紫1本、2本、2本がゆきのちゃん1本ってことかな。いや紫で書いてんけど、紫のイメージだったからけど、あれ、あ、1本やんな。よしよし、ゆきのちゃん2本やもんな。いや違うしょそうって笑い方、さくちゃんに吸収されたです。吸収された、なれ兄さんギフトありがとうございます。吸収されたっていうことは、身内から黒島にってこと、吸収されたやもんな。おもろ、ファンデさんの好きな茶まごで言うとこんにちはわよ。了解、じゃあそれ増やすわ。確かに茶まごってそういうこと、だからファンデさんあんなんばっかりやってるもん。それが茶まごなん、うん、なるほど。え、みうちがへーへーって笑い方なくなったらしい。うん、やってる。この前も思ったもん、この前の公演の時にへーへーへーって、あのアムクロの打ち合わせした後にへーへーへーって笑ってあっち行ったから、あ、今へーへーって笑ったと思ったから絶対に笑ってる、なくなってないで。私は見た、私は見たからな。リハはまあ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 順調です。ただ筋肉痛がひどいです。お尻がね筋肉痛なんとな、腕振り回しすぎてな、ここも筋肉痛ここ筋肉痛なんやばない、腕振り回しすぎた、ブンブンしたから痛い。あと首がな、あのガッてやるからさ、こっちに行けへんからあーってなる。こんばんはインなんや、夜は。初めて聞いたそれ、夜はワンからかな。上田和樹さんギフトありがとうございます。伊達ちゃん小丸さんもギフトありがとうございます。あ、アージュさんから受け取ったお化けです。なんと2体ついていました、びっくりした。そういうことね、なるほど。しげさんギフトありがとうございます。茶まごで埋め尽くされたよなこれ。何する、何の配信が需要あるか、もう一回聞く。黒島さん、はい、何でしょう、何でしょうか。でもさ、次アンジュさんが配信来てくれた時にさ、茶まごで埋め尽くされてたらさ、ちょっとえってなるよな、ええってなる。あ、カラオケ以外言うの忘れてた。よし、伊達ちゃん小丸さんギフトありがとうございます。なんか伊達ちゃん困るってつけたらちゃんこ鍋みたいになるなこれいじってないでちょっと待って、初期の頃はおばあちゃんの時はチキが叫んでたらしいけど、ああ叫んでるんで、みおちとかめっちゃ叫ぶ、ああみたいな私は叫んだことない。アンジュさんえって読めんのかな、確かに読めなさそう。あ、読めるんちゃう、さすがに読めんちゃう、習うやん、さすがに読めるやろそれで言うと漢字もならんか、かわいいな。
なる兄さんギフトありがとうございます。いや可愛いで絶対。で何の話やったっけ、私何の話やったっけ。アンジュさんが可愛いの前に、アンジュさんが可愛いの、あーおばあちゃんの話や。そう叫ぶで今も日本語やから呼ばれへん。なるほど、可愛いな。おばあちゃん全然叫んでるで。っていうか初期は七木さんもシャキシャキんでたやって、叫んでるで、もう全員ギャーみたいな、もうやばいやばいって。私は叫んだことない、喉痛いから。ととやまんさんギフトありがとうございます。今叫んでみて、喉痛いねって、喉痛いの、しゃけんでる。そう、喋ると叫んでるか混ざってしゃけんでるになった。美味しそうな名前だった。ゆきのちゃん叫んでるイメージある？ないわ。いえ頑張ろうみたいな、トントンってして頑張ろうってやってるイメージが強い。無言で今やゆみちゃんにくるくる回されてない。確かに私なんか公園用出るようになってからなんか多動になったかも。めっちゃずっと動いてるわ。確かにまっすぐ立ってるけど、立てるのは立てるけど、よう動くようになったかも。なんでやろな、止まってんのがしんどくなった、なんでやろって思ってたちょっと前から。ゆうみさんの次は名前の順でいくと、じゃあ叫んでる。ちょ混ざってん、中間中間。ワンタンメンさんギフトありがとうございます。何がいい、あーアーノンさんですよね、見たことがある、来ました、来ましたよって気がしました。ムーチョさんギフトありがとうございます。だてちゃんこまるさんもギフトありがとうございます。ちゃうねんって、強制してるの、あざといとかじゃないんやって、ほんまに。じゃほんまに違うねん、あのな、しゃけんでる。ちゃうんやって、強制じゃ、あの光ってないかな、光ってない、あれやね、強制つけてんねん、はめるタイプのやつ、はめるタイプのやつはね、みんなね滑舌が悪くなるよ。ワーノさんかわいい。わかる人がないけど、おにぎりシャキ派、うん、そうそう、簡単なイラストが返し、確かに簡単にしたらいいな。ちょっと私目元で凝ってまうねん。しかもアーノンさんやったらこれいらんかも。おにぎりは皆さん何派ですか？黒島は鮭派です。美味しいですよね。でもあれも美味しい、あのさ、なんかなんたらわかめみたいな、美味しい。あんま食べへんけど。そんなに食べないんですけど、ちょっと簡単に描こう。なんかこの絵柄飽きてきた。なおえもんさんギフトありがとうございます。昆布、昆布じゃないねんな、わかめ、なんていうんやろ、わかめと、なんかわかめ、なん、緑のやつ。なおえもんさんギフトありがとうございます。別名前のご飯が茶色いやつ、ほう、
ボヘミアン。クマさん好きやから鮭。あんまりおにぎり食べへん、コンビニとかのおにぎりがそもそも食べへんから。で家でもさ、おにぎりっていうよりさイントネーション、あのご飯で出てくるやんと鮭みたいな出てくるやんから出てくんねんな。ととやもんさんギフトありがとうございます。だからあれなんよ、基本はおにぎり食べない。朝からご飯が無理な人やねん、だから食べない。これは編んでるな。あ、青いデイ、青いドイさんありがとうございます。ギフトローソンに売ってるやつ美味しいで。どうお礼か分からんけどありがとうございます。似顔絵をお礼に、なんか見バレしそうじゃない、そんな上手くないけど。マイクトラウトさんギフトありがとうございます。伊達ちゃんこまるさんもギフトありがとうございます。しかもな、リアルなな人間の顔はな、そんな得意じゃないねんな。